何があった？警察に捕まってたんだっけ？視聴者の人にもうなんか関わんない方がいいんじゃないみたいな。でなんで読む？示談金を払いたかっただけで。知らないって。勝手に決めないでくれます？なんなんですか？いや、なんでもない、留置所にいたからさ。帰る家はある？うん、ある。あるいや、どっかラブホとか行けんだったらいいなと思うけどさ。ああ、ご飯食べる。とりあえず、なんか頼もう。お腹空いてる？うん。何食べる？関係ないから。何食べる？あ、メニューで選ぶわ。選ぶ？誰でも関係ないわ。関係ない。ちなみに何があったの？警察に捕まってたんだっけ？うん、それは後で話すわ。うん。やられちゃん、出てきて家ある？いや、それどころじゃなかったからさ。それどころじゃない？いや、出てからさ、まず、うん、服とかも買わないかんかったり、うん、携帯も充電なかったから、いろいろ服買ったり買い物で忙しかった。買い物で忙しかった。あれじゃないの？なんかさっきちらっと聞いたけど、そのタクシー会社を 無賃乗車しちゃったタクシー会社に弁済しなきゃ。そのことはさ、弁済はしないかんよ。うん、1万円ぐらいでしょ。そうだけど誰かが払ったかもわかんないからさ。そのお金どうしたの？差し入れ？みんなから。ん？何のこと？ん？その買い物、買い物でしたんでしょ。あ、買い物差し入れ。うん、うん、差し入れのお金で買い物したんだ。別に意味はなくて嫌だけどね。何を？意味？何の意味？差し入れはいいんだけどね。そういうタイミング合わせしてんのか何なのか知らんけどさ。何の話？タイミング？よくわかんないからさ。うん、タイミング合わせ。タイミング合わせするグループもいるってわかってるから。そうするとどうなる？そういうわけでもないけど、うん、家はあるの？ないっしょ。家っていうか住んでる家はあるけど。あるの？うん、だからまだそこの家の人に連絡しないとさ、住み出したばっかで、そこにちょっと荷物は置いちゃうんだけど、その人が家にいるかまだ分かんないじゃん。仕事も行ってるって言ってたから。そこはね、どこ、誰だ？あとバリアの近く。住ませてくれる人がいたの？生活保護じゃなくて。いや、生活保護ではないけど。うん、いや俺さ、じゃあアイラちゃんに良くなってもらいたくて、うん、こういう撮影とかに応じてるのね。今自分でなんかこう病気だとかそういう自覚っていうのはない？いや、だから精神病っていうのはあるよ。あるでしょ。それだから無罪とかあるじゃん。うん、そういうのはね、別に金払っても医者が書いたんだったらそれがもうその人の診断結果だからさ。まあ、それの症状が今出てるとか。いや、全然医者がいいって言ったんだからさ、警察の検査庁もまだ今日出てきたばっかだからさ。うん、まあ、じゃなくてその症状は、例えば、良くしたいとか、なら思わない？なんか病院、なんかさ、メールのやり取りでさ、入院してくれるなら撮影いいよみたいな、そういう話したと思うんだけど、入院ってのが間違いだと思う。ん？勝手な想像とかをやめた方がいいと思いますよ。正確なことを言ってんのに、うん、勝手な想像で話されても、わからないんだから。うん、直接の人が、でも法律で言ったらそういう何かの共犯罪とかになってくるのは当たり前じゃないですか。何も関係ないんだからさ。何の話？いや、聞こえないんだったらまあいいですけど。ああ、じゃあ聞こえてるよ。だったら答えられ、何のことか分かりませんね。分かんない。本当に家あるの？そこ家行っちゃダメなの？誰が？僕は。一緒に、うん、だから今鍵があるか聞かないとさ、まだ出たばっかで誰ともほとんど連絡取れてない状態だったら充電がなくて。ああ、なるほど。捕まる前にってこと？捕まる前にその人のお家で一緒に住むみたいなのはなんかいいよみたいになったので、その人とまだ連絡は取れてない。だって
喋ると何か言ってくるからさ、そんなこと答えられないじゃん。ゆっくり喋れるわけないんだからさ。でも聞こえてるみたいだし、それでいいと思いますけど。ねえねえねえ、なんでその怒ってる？怒ったらこういう喋りなんですけど。違う、そんなこと一生言われ続けるのも困りますけどね。でも違反っては分かってますけどね。違反？精神病扱いされますよ、あなたが。それで合法ってことだから。まあなんか、視聴者の人にもうなんか関わんない方がいいんじゃないみたいな、すごいよく言われるんだ。その関わんなってすごい視聴者に言われるけど、まあなんかその妊娠中の時からそのアイナちゃんとコミュニケーション取ってて、でもなんか病院に行ってくれたりとかさ、してくれてたわけじゃん。だから生まれた後でもそのなんか自分の病気と向き合うことができて良くなってくれるんじゃないかっていう、まあ、希望を持ってる。まあその視聴者に言われてもなんかやっぱこう2ヶ月3ヶ月4ヶ月ぐらいなんか一緒にいたじゃん。だからなんかこう、まあ、簡単にこうはいじゃあもう関わりませんっていうのはなんかいや分かんないちょっとあれでね、なんかちょっと人間的な、ね、そのな感情的な話なんだけど、そんなこと関係なく、そういった人をバカにしてるとか思わないから。俺がバカにしてないよ、そういう話の人、うん、バカにしてないよ。やっぱ留置場疲れた？疲れないけどね。疲れない？あ、いいよ。本当だったんだよ。え？それが本当、男はさ、すぐ他の人に話をさ、信じちゃうじゃん。それでさ、騙されてくのに勝手なこと言い出したり、一人釈放みたいになってっちゃっただけ。一人釈放？どんだけさ、勝とうと思ってもやっぱりさ、騙されたらさ、意味ないじゃん。嘘なんていくらでも言えちゃうんだからさ。強制的に入院とかね、できないのかな。そんなこと言っても無駄だよ。あやちゃん、この先どうすんの？いや、どうしたらいいか分からんか。そしたら、気づいた時にやめた方がいいと思うけど。え？生き物違いに騙されたって言うんだったらさ、生き物違い、騙されたって言うんだったら、もうやめ、そういうさ、騙されをやめた方がいいと思うよ。ちなみに留置所には何日いたの？20日20日ぐらい。そうだね、20日。あ、ちなみになんか相部屋とかそういう話もあんまり言いたくないんだけど、いろんな人に迷惑かけたくないっていうのはあるな。法律があったりとか、その人はその人たちで分かることがあるからさ。留置所で何して過ごしてたの？本読んでたりしたの？教えない。なんで今日撮影しないですかって誘ってきたの？なんでもない、忙しいはいろいろとね、いろいろとね、忙しい、結構話は分かる人だと思うよ。誰が？いや、なんでもない。結局はそういうことだよ。どういうこと？いや、そういうことだよ。何が？なんか、って人がいて、偽の人なんだけど、みたいなこと言ったり、みたいな人なんだけど、その人が、できる女を次々やってんの。そうやってその人モテるからさ、だから、会ったことあるよ、その人。その人、だから男がいっぱいいたり、モテるからさ、そういう負けちゃうじゃん、結局は。じゃない女の人だったら、そういうプロだからさ、生き物違いらしいけど。そんなことするような人じゃないよ、その人。いや、そうやって男には優しくして味方につけて、そういうプロだからさ。だから、男には来ないよ。うん。だから結局はそうかもしれない。で、そうやって男をさ、そのできる作りの女がさ、男連れてきても魅惑とか魅了とかのことがあるからさ、いろいろ分かるじゃん、言い出したり、そういうプロだって分かってるからさ。プロだ。そうプロの何？そうだ本当なんだって、だから言ってんじゃん。何よ、だって会ったことあるけど、そんな人じゃないよ。だからそういうことだよ。どういうこと？分かんない、そのことを知ってるからさ。あいらちゃんは結局はそういうことだよ。そういえば留置所の中でさ、精神安定剤とか飲んでた？まあ一応ね、怖くなっちゃったっていうか、本当に大丈夫かなと思って。自分が？まあね、結局はそういう声が聞こえるだけでも騙されて、そういうところに行きたくなっちゃう人もいるじゃん。そうやって知識ばっか聞いてさ、現実に行ってるからさ、簡単なことじゃん。何が？で
でもそれが敵になることだと思うけどな。敵？うん、でも座り位置が悪いだけだよ。さあ頭良くなって生きれるか、この世の中。え？一人で歩いてるわけじゃなくてもさ、一人させられたらそんな何が起きるか分かんないって本当にいろいろ起きるからさ、頭が良くなって生きれないってことでさ、何なのか意味が分かんない。意味分かんない？うん。そんなこと言ってもダメと思うよ。おかしなことばっかり言ってるからさ。誰が？怒ってる勝手なことばっかり言ってるからさ。アイラちゃんが？あなたがね。お前が？何なのかって言ったら犯罪じゃん。俺が？うん。犯罪？まあいいけど。何の話？言っても分かんないけどね。俺が何、アイラちゃんに何か言った？いや、そんなことはないけど、うん、そんなこと言ったらなんか動きがあるじゃん。どんな動き？どうしたの？いや、なんでもない。意味がわかんない。食べれるよ。食べないの？うん、食べる。食べたら？わかんない。意味がわかんない。本当内装。なくなっちゃうよ。食べないの？いや、食べるよ。早く食べないと俺も食べちゃうよ。うん、確かにそういうとこあると思うからさ、隠し合ってるように思う。隠し合ってる？だったらやばい、やばいってわけだ。やばい？でしょ。え？この時は見たとしてる、その後はどうかわかんない。入れる？アイラちゃん入れる？器貸して。ちょうだい、器これに入れていい？そっちじゃなくて？食べたって何なのかっていう話。え？何でもないよ、うん、別に関係ないからさ、言った言葉から始まるんだから。何が？知らない。あれじゃん、これもう全部入れていい？全部入れていい？うん、入れていい？すぐ笑ってとか勘違いしても、その人は精神病ってなるんだけど、何になりたいのか。いや、なんでもない。俺に言ってる？うん。何が？何の話？うん、回数が多いからね。ん？いや、なんでもない。何言ってもなと思うけどね。ん？いや、なんでもない。すぐじゃないからね。レナちゃん、今日やっぱ、ちょっと変だね。どこかでね、嘘はバレ、嘘っていうか、嘘とか証明される人が来るからさ。でも、なんで読もう？いや、あの出所したからさ、うん、そういう示談金を払いたかっただけで。示談金を払ってもらいたくてってこと？そうだね。そういうことは確実に証明写真にさ、そういうのは撮られるだけでさ。証明写真って？だから知らないって。なんでそんな怒ってんの？だって私知らないからさ、そうやって怒ってって言ってけばいいじゃん。その関係を続けたって、そういうことになるだけだよ。うん、そういうことって？わかんないな。俺なんか怒られるようなことした？いや、怒ってない。怒ってって言ってる方がおかしいと思うけど。おかしいってことでしょ、俺。うん。なんで俺がおかしいって言われなきゃいけないの？ね、勝手に怒ってるって言うから怒ってないっていう、そんな性格の人どこにいるんですかっていうさ、想像、妄想の人だから、あなたが。それはアイラちゃんじゃなくて？うん、どこにそんな人の性格の人がいるんですかってさ、作者だったら作者とか書いてあるじゃん、この人がそうですとか。その人じゃないからさ、私おかしいなっていう話。作者って何の話？まあいいや、分かんなかったでいいわ。こんな面白いことないわ。何がどうしたの？あ、そういえばさ、もっと自分で撮るからいいわ。こんな面白い話ない？何の話？誰でも言えちゃう。何が？いや、何でもないですよ。何教えてよ。ならば。え？何？怖いよ。いや、本当のこと言ってるからさ。え？いや、何でもないけどさ、あとすごいからさ。悪口言われてるって？うん、そう。例えば？
いや、なんでもないよ、うんうん、私が言ったわけじゃないからね、うん、なるほど。いや、なんでもない。悪口、誰が言ってるの。いや、嫌なんだって悪口言われるの、あと浮気されるの、うん、今、悪口言われた。いや、なんでもないけどさ、うん、幻覚？現状？そういうのが悪口思うからさ。あ、今とついて言った言葉、え、録音でもしといてほしいわ。何を。いや、なんでもない。幻聴ってこと。いや、勝手に決めないでくれます。うん、なんなんですか。いや、決めてない。まあ、そうだけど、うん、僕が思った感想ね。そんなこと言われても知らないじゃん。あんた入った方がいいと思うよ。え、いや、なんでもない。半ばちょっと言いたいことがあったらはっきり言って。はっきり言ってるって。なんて、なんて。まだ始まってきゃいいじゃん。え、わけわからん話。例えば逆だ、怒ってる。ただの精神病かもしれない。あれちゃん。いや、あなた、あの、怒ってる怒ってる。怒ってないよ。僕は精神病って言われたことない。今のところ大丈夫。医者には行ってんですか。医者、うん、医者に行く必要がないから。ああ、じゃあまだ分かんないじゃん、精神病って。精神病じゃないか。確かに、そういうふうな診断を受けてないからね、うん、確かに。受けてほしい。ん、受けてほしい。医者に見てもらった方がいい。まあそう思うけどね、前からお勧めしてるけどね。人のこと怒ってる怒ってる、誰に、どういう人のことを言いたいのか分かんないじゃん。病院を勧められてしまって。じゃあ一緒に行かね。はい、一緒に行かね。一緒に行かね。一緒に、なんかね、うん、え、今日じゃなくて今度考えとくわ、いろいろ。医者、病院で電話してみるわ、一回、うん、うん、あ、おすすめのところは紹介してくれるんだ。そうだね。じゃあ一緒に行こう。ちょっと医者に電話してみるわ、うん、面白いだけ。事実を認めないとこムカつくんだ。ムカつく？ムカつくって感じ。事実を認めないから証明させたいってこと。あ、俺が。そうそうそう、うん、精神病ってこと。そうそうそう。俺はなぜ精神病っていう事実があるのにもかかわらず、それを俺は認めてないってこと。わかんない、一緒に聞いてみるの。わかんない、聞いとくわ、うん、なんて聞くの。だからこういう人がいるんですけど、どうです、どういうことなのかっていうこと。これやばい。まあ結構ね。ここやばい。何のことかって思うじゃん、急に人に怒ってんですかって。誰のこ、どういう人のこと言いたいんですかっていう。本当呼んでくださいって何決まってんじゃん。まあ、あやちゃんの感覚だったらそうなるけど。まあね。そういったことやなんかさ。いるんだね。誰でもじゃなくていいけどね。え？やばいよ。あの方いたって別に知らないよ。え？なんでもないよ。病気は自分でしょ。そういうのあるけどね。警察の取り調べは結構しんどかった。いや、取り調べなんて受けてないよ。受けてない。うん、なんで。いや、受ける必要ないじゃん。そうなの。なんで。いや、そういうのなかったからさ、うん、受けなくていいんだ。教えてよ。え、教えてよ。何を教える。うん、何を。え、だっておかしいんだもん。何が。え、もうお願いしますよ。何が。ちょ、なになになに。え、何が。子供の話だと思うよ。はい。いやいや、なんでもない。怖いよ、ちょっと。おかしいんだって。うん、だからそういうこと言わないようにした。え？
いや、なんでもない。なんでもないって私だっておかしいと思うさ。なんでもない、そういう人がいたんだって。どんな人？はい？お前は何でも言ってるからなんて、だからそういうことだよ。どういうことなの？え？誰かと会話してるの？妄想？妄想じゃない、あの、さんに話してるんですけど。僕ね。うん、結構そういう実態を知れるからさ、実態時にはいいかもしれないけどね。何の話いやだけどさ、さっきからちょっともう飛躍しすぎても全然ちょっとわからない。僕に伝わるように話してくれる？できる？見学？え？いやいやいや、そこは行きたいからさ、絶対。は？いや、なんでもない。何の話って？見学まで行けてないからさ。見学？そう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 。何の？なんでもない。ケアから本当いろいろあったからさ。それは留置場ね。やばいね。うん。アイラちゃんのことをずっと聞いてたから、はい、あの教えてくださいよ。会ってみようと。あれ、まあ、教えてくださいよ。何を？え、名前なんですか？そうです。どこから来たんですか？愛知県児童相談所って知ってます？あの、児童相談所から来ました。おかしくなってますよ。え、いや、愛知県の児童相談所から。で、あ、児童相談所知ってます？アイラちゃんは愛知県出身。そう、愛知県の児童相談所は分かんないですけど。どこかの施設入ったことあります？施設はない。あ、そういう施設的なところでは。いや、あの、言ってんですけど、あの、子供がいるんですけど、あの、連絡が取れなくて探してんですよ。で、って名前なんですよ。っていう名前だから、その人だったと思って。なるほど、もしかして自分の息子。そうそうそう。あとちょっと連絡交換だけでも。携帯の、あの、家に住みたいんですけど、今ちょっと家をさ、あの、なくなっちゃって。本当だよ。本当わかんない。本当だよ。これ、あの、彼は一緒に仕事する人、僕。顔は。何が？なんで？だから化粧して完璧の整形をしてて、普段は化粧してたら、こういう顔って見せて、こういう顔、こんないい顔の人がすっぴんはこうなんですよ。だからギャルの整形っていうのは、あの、ギャルメイク取ったらいろいろ顔になるけど、この人のすっぴんが これなんですけど、自分でも全然イメージでうまくいかないじゃん。なんなのこの人と思えて。これが本当の私なんですよ。化粧したり、あの、カラコンつけたら、すっぴんだとこういう顔なんですけど、あの、大阪で産んだ子供は、なんか、あれからね、進展あったの？連絡あった。あった？うん。どんな？でも誰かホストの人が里親なんですけど、あの、引き取ってるっていう、あの、YouTube 見たんですけど、偶然。うん。ホストさんは、アイラちゃんの子供を、多分預からないと思うよ。いや、でもそう YouTube で、あの撮影が あの見たからさ、うん、見たとしても多分それは違う情報だと思う。本当？本当？まあ、調べたら分かっちゃうけど、子供の人はなんかそういう書類もらったんですよ。子供をあの返す、あの、あの、返すような、携帯が繋がらないからそういうところに連絡しますって言ったり、そういう書類持ってんですよ。今あるの？うん、見せれる。あ、ちょっとここからいろいろ見てもらえます？いろんな書類入って本当に流通が出てきたばっかり。原宿で5000円とかあったから、差し入れが残りで、うん、全然誰も来なくてさ、それ妨害まであってさ、うん、ここでおかしくなっちゃって。はいはい、5000弁護人。あ、なるほどね。
で、これ何、これ何タチズバーのジュニアさん。いや、私の、ケンジだ。いや、警察に捕まるまんの、医者の、もらった薬、あの目薬入ってます、そこ。目薬使いたい。入ってる、入ってる。ケンジだで薬もらったの。薬もらうと初めて見たんだけど。分かりやすいと思うけどね。すごいじゃん。ちょっとごめん、なんか書類とかあんまなさそうだから返す。面白いんだって、どうしても。面白い？うん。俺も面白いよ。YouTube でから出てこれたりっていうのは、その無賃乗車したけど。いや、なんでか知らんけど釈放されたって理由もなく。多分不起訴されたんだよ。不起訴になったんだよね。うん、金払ったかも分かんないけど、まだこだわってんじゃん。で、その何、弁済するお金っていうのは誰かが払ってくれたってこと？そう、まだ分かんない。分かんない。うん。まだ払ってないんだ。みたいなこと言ってたね。なんで出たか分かんないけどね。本当はずっと痛かった？いや、痛くないよ。痛くないか。でも中って結構さ、飯も出てさ、寝る場所もあった。そんなことはないよ。え？そんなことはないよ。うん、このまま言うのが嫌なんだけどさ、だから、うん、迫力がないじゃん、その顔だと。うん、迫力その話、本当だよ、おかしいんだって、本当だよ。なんでかわからんけど、まあ、釈放されたんだ。うん、まあ、多分、タクシー会社の人も被害届出したところでっていう感じなんだろうね。そうだね。あいらちゃん的に留置場が嫌な理由って何？いや、全然いいことないじゃん。なんで？できないかもしれない。怖いって。何？いや、なんでもない。ちょっと待って。ポジションが悪いんだって、いつも。何のポジション？座るポジション。だから、そういうのもあるからさ。あらちゃん、出てきてからタバコ吸った？いや、まだ吸ってないよ。そのままやめれるんちゃう？まあ、多分ね。でも、なんか吸いたくなっちゃうけどね。ただ、欲。タバコが吸いたい欲。本当危ないよ。タバコ。そうだね。そんな騙されてたら損じゃん。タバコに騙される。え？どこ行っちゃったんだろうね。誰が？いや、適当なことを教えた話し合っただけでさ。何が？その人までなんかになってったからさ。だから今の方がいいよ。どんどんそういうことになってたからさ。これからアイラちゃんはどうやって生きていくの？毎日ホテル暮らし。やだ。やだ。どうやって生きていくのじゃ。家は欲しくないの。いや、内緒。内緒？なんか同居とか、もう嘘でしょ。誰かと一緒。内緒、これからだよね。だから。で、まともに生きていくための応援を。そんなこと思いもしなかったからさ。俺、話聞いて。アイラちゃんがまともに生きていくための応援を俺はしたいのね。その日暮らしの応援は正直あんまりしたくない。まあ、家とか生活保護なら生活保護とか治療とかそういう前向きに生きていくためになんかこう応援はしたいのね。でも結果的に言ったらもう無理だと思うけどね。もうその日暮らししかできない。そうだね。それは なんでそれしかできない。いや、もう無理だと思うけどね。自分でもそれは分かるの。だってもう、そう、すごい対策取られてるもん。どんな対策？もともとあると思うけどね、そういう対策は。うん、まあちょっと、まあ、僕の話もまず理解できないところがある。分からって言っても分かんない話もあるからね。まあそうだね。まあそもそも理解してほしいっていうのを求めるのもちょっと違うのかもしれないけど。結局はそういうことだけどね。え？結局はそういうことだけどね。何が？これから寒くなるよ、冬。頑張って冬越えるんだよ。そういうことだよ。これ捕まってた方が、あいらちゃん幸せだと思う。ひどいこと言う。言ったってこと。いや、寝る場所あるし。そんな嫌な、そんなこと言ったって無駄だよ。そんなことじゃなくて嫌だってこと。どうだろう。俺、今のアイラちゃんの生活するぐらいだったら俺、刑務所の方が幸せだと思う。まあね、そういう話だね。
今後僕に連絡してくれても、うん、もしかしたらあんまりいい力にはなれない。まあお金が欲しいだけだけどね、うん、そのお金を欲しいだけっていうのもあんまり協力できないかもしれない。不法者弊社だと思うよ僕が。そういう人、そういう人、うん、正確なことを言うことだね、人間って。それが答え。そうじゃなくて助けにもならなく、そういうのは騙されてったり、どっちかが騙したり騙し合ったら得がないってこと。